それでは海地の中華そばいただきます。おいしそう。いつも行列ができるラーメン店。うん、本当にこの鶏の出汁が美味しいですし、麺がもうプリプリもちもちでスープによく絡みます。美味しい。鶏の味 の、 そのスープで麺を食べるっていうのが、まあ、オープン当初からの一つのテーマみたいなのをしてまして、鶏もさばいてやってます。鶏しか使ってないっていうのが、やっぱりわざわざここに来ないと食べれないっていうものを作りたかったんで、まあ、こういったラーメンを作りました。なんでこの味が出せるのかなって。やっぱりラーメンを愛してるからですね、ご主人が。まあ、いいものを作りたいっていうのがまず一番ですね。ええ。